皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は皆さんご存知、インコの作品でも知られている川上和歌子さんの個展にやってきました。実はここ九品仏にあります、トバリエギャラリーという場所なんです。私はもう入り口から入って、この明るいタンポポにとっても感動しました。こうタンポポのお花畑を歩いてるみたいです。そして実はこちらの壁には、またこういった全然違うタンポポの作品があるんですよ。皆さん、ここからどんなことを想像されますか？今月和歌子さんと一緒にトークイベントを実施する予定ですので、詳しくはそちらでお話ししたいと思うんですけれども、このようにうなだれてしまったタンポポが最後立ち上がって綿毛を飛ばす、そういったストーリーがあります。皆さん、ぜひ展覧会にもいらっしゃってください。